食中毒患者の発生。毎日県下のどこかで誰かが食中毒にかかっています。患者の発生と同時に原因調査を行う食品衛生監視員、名付けて衛生 G メン。遠洋漁業の基地として名高い焼津港、今朝も早くから威勢のいい競りが始まっています。その傍らで地味な活動を続ける衛生 G メン。食中毒原因のうち6割が魚介類からとあっては、魚市場は大切な受け持ち場所です。抜き打ち検査に魚屋さんへ。新鮮な魚でも安心は禁物。ばい菌のつきやすいまな板の検査です。さらに人間の体内で毒物と同じように暴れる病原性抗原菌を調べるため、検査材料を取ります。汗を吹き吹き次の場所へ。ここはかまぼこやナルト巻きを作る練り物工場。製造中の衛生状態を調査しています。とかく傷みやすい練り物、完全に殺菌されているかどうか中心部の温度を測定します。お菓子メーカー、綺麗な包装でも中身が問題です。子供たちが食べるだけに衛生 G 面の目もとりわけ光ります。その頃、保健所の試験室では持ち帰った材料の検査、化学試験や培養検査が進められ、24時間内にばい菌の有無が判明されるのです。拡大鏡で見たばい菌、肉眼で見えないばい菌もこうして培養すれば一目瞭然です。限られた人員の中でさらに監視の能率を一段と上げるため、食品衛生監視機動班が2年前に誕生。県内各地をくまなくパトロールします。明日から全国勤労者水泳大会。衛生 G メンは選手たちの宿泊する旅館を一斉監視にやってきました。食器がよく洗われているかどうか薬品を使って調べます。こちらでは紫外線を当ててネズミの糞や尿で汚れているかどうかの検査です。また調理室の衛生状態を調べて適切な指示を与えます。一件終われば直ちに車と無線連絡。動く試験室と呼ばれるこの車は、いろいろな近代設備を備え、短時間に検査結果を出して業者に注意を与えることができます。どうやら結果は良好のようです。あとは選手たちの好記録を願って次の目的地へ。また静岡県では毎月10日が食品衛生の日。ここ沼津市では組閣忘れがちな衛生について人々に呼びかけます。気温はうなぎ登りに上昇。
このように食べ物が腐りやすい天候になると、静岡県の公衆衛生課では気象台と連絡を取った上、慎重に検討して食中毒警報を発表します。警報と同時に食品衛生指導員は商店街へ。この人たちは業者の中から選ばれて、衛生こそ消費者への最大のサービスとパトロールで、こうして業者自身も自発的に活動を続けています。駅弁を売る人、それを買う人、私たちはあらゆるところで食事をします。衛生 G メンの努力によって、私たちは安心して楽しい食事もできるというもの。しかし衛生 G メンの手の届かないところ、それは私たちの家庭や私たち自身です。食中毒の発生が全国でも多いと言われる静岡県、食事の前には手を洗うとか、食べ物の保存に気をつけるなど、ちょっとした衛生にも気を配り、私たちの郷土から食中毒を追放しようではありませんか。